こんにちは、手相メンタリスト高文と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。本日も鑑定購入をしてくださった方の手相を見ていこうと思います。ぜひご視聴していただいている方の中でも同じような手相があるのであれば参考にしてもらったり、未来への希望になるような時間にしてもらえたら幸いです。それではよろしくお願いいたします。指の形が円錐型という形でした。指先が丸くややふっくらした感じで、全体的に綺麗な印象の指になります。このような指の形の持ち主は豊かな感受性があり、社交的で明るい性格です。ルールに縛られるのが苦手で、根気に欠けるようなところはありますが、美的感覚に優れるセンス抜群の人です。どの指で見るかわからないといった質問もあったのでお答えしますが、中指で見るのを基本としてみてください。手相全体から出ていることとしては、楽しいことや面白いことが大好きな陽気な人気者です。人付き合いやおしゃべりが上手で、周囲を楽しませることが好きなタイプです。目立つことが好きで、音楽やダンスといった才能があるような方も多いようです。空腹になると機嫌が悪くなるという部分があるので、なるべくそのようにならないように未然に気をつけておくといいでしょう。欲望に素直に行動し、つい余計なことを喋りすぎてしまうところがあるようですが、人間関係のトラブルは少ない方でしょう。手相全体のバランスから出ていることでした。長さや形が似ているなと思うものがあるのであれば参考にしてみてください。次は手相一つ一つの解説に移っていきます。今回の依頼主様のご要望としては、以前付き合っていた人と復縁ができるのかを知りたいということだったので、そちらにフォーカスした手相を紹介していこうと思います。今回ご紹介させていただく手相の方は、非常に復縁運のあるような方の手相でした。今現状で復縁を望まれている視聴者さんもいらっしゃるかと思います。きっと参考になる部分があるかと思いますので、ぜひお付き合いください。紫で表しましたものを感情線と言います。感情線が2本ある形でした。こちらを二重感情線と呼びます。二重感情線の持ち主は情熱を2人分持っていると言われていて、逆境に強く、ピンチを招いてもそれを乗り越えるだけの強い精神力を持っています。社交的で人付き合いが上手な人も多く、やや八方美人なところもありますが、情熱的で人情味にあふれる、人から好かれるタイプと言えます。面倒見の良さもある方で、明るく思いやりの気持ちが強い人でもあります。さらにはこちらの感情線に乱れも目立っていました。乱れた感情線の意味としては、喜怒哀楽が激しい、多感、好奇心旺盛、移り気な性格、熱しやすくて冷めやすい、気持ちの浮き沈みが激しい、思い通りにいかないとイライラしやすいなど意味があり、とにかく感情の振れ幅が大きいタイプと言えます。ただその感情の振れ幅が大きいからこそ、察しが良くなり、ちょっとした相手の心の変化を肌で感じることができます。さらには人差し指と中指の間から薬指と小指の間を弧で結ぶような線、金星体がありました。金星体はヴィーナスラインとも呼ばれていて、愛と美を象徴する線であり、愛情に恵まれ、美的センスも抜群の人となります。美意識が高く、繊細で細やかな愛情を持ち、精神レベルの高い人なので、外見も中身もとても魅力的な人が多く、非常にモテたり憧れを持たれるタイプです。人から非常に好かれるタイプで、楽しく幸せな愛情生活を送ることもできます。これらの線があることから、積極的に自分からアピールしていくことで、恋愛運は非常に高い方だというのが見受けられます。こちらの線たちに加え、結婚線を見ていきます。結婚線とは、小指の付け根から感情線までの間に出る横線を指します。右手には一番長い線の下にサポートするような短い線が出ていました。このような結婚線の出方になる場合は、少し前の恋愛に対して強い思いがあるということを表しています。この方の復縁を望む気持ちは非常に強いものだということが感じられます。左手の結婚線からは、結婚線が枝分かれするようなものがありました。上を向く結婚線からは、恋愛がとてもうまくいったり、幸せな生活を送れるといったものを暗示します。反対に下降する結婚線からは、その恋愛はあまりうまくいかないということを暗示すると言われています。枝分かれする結婚線からは、その両方の意味が読み取れるので、まさに自分の行い次第で良くも悪くもなるということが言えます。自分の行動次第で復縁は可能だということをこの方にはお伝えさせていただきました。二重感情線や金星体がある方なので、恋愛に対して非常に積極性のある方です。相手へ積極的にアピールしたり、恋の駆け引きを楽しんだりしていくことで、きっとその恋愛はいい方向に向かっていくと僕は思います。
います。ただし、結婚線は枝分かれしているものなので、悪くもなるということは抑えといた方がいいでしょう。感情線に下向きに枝分かれがある方は、精神的ダメージにかなり弱いところがあるということが言えます。最悪の場合、もてあそばれてしまったり、都合のいい人になってしまうということも考えられなくありません。付き合えたとしても、前の恋愛にはならず、少し寂しさを感じてしまうということもあるかもしれません。復縁運自体は非常にあるのですが、線の出方からあまりいい恋愛にはならないかもしれないということが言えるということだけは押さえといてほしいなと思います。もちろん、ご本人の気持ちが一番大事ですっていうこともお伝えさせていただきました。これらを踏まえた上で、僕からの提案としては、感情線と頭脳線で中央に目を作る形になっていました。これをファティマの目と呼びます。こちらがある方は、直感力が非常にある方です。普段はよく考えている方ですが、第六感のようなものが働いた時、普段の頭で理解するのではなく、肌で感じて理解することがあるため、人の心や物事の真意を瞬時に見抜くことができます。マイナスな邪気や邪念から自分を守る力も備えています。なので、ぜひいいイメージを持っていただき、なるべくマイナスなことを考えないように、前向きにその方とのいい未来をイメージして、自分の直感を信じて貫いていってほしいなと思います。親指付近にある斜め線をカリスマ線と言います。カリスマ性がある方に見られる線です。人から熱い信頼を寄せられ、人徳のあるリーダーに多いそうです。常に人の目を引きつけ、様々な場面で注目の的となる存在です。青で表しましたものを運命線と言います。こちらが小指方向に流れていたので、人気運命線という線です。周囲の人から好かれる特別な魅力を持つ人です。困った時や苦しい時は不思議と周囲の人から協力や援助があり、救われたり引き立てられる人で、それにより運を伸ばしていきます。これらの線がある方なので、人から好かれる魅力がたくさんある方だと思います。今後の新たな恋愛のチャンスも非常にある方だと思います。未来は明るいものだと前向きに進まれていってほしいなと思います。最後は少し体調面について触れていこうと思います。緑で表しましたものを生命線と言います。こちらの途中が切れているような形になっていました。こちらが示すこととしては、切れている時期あたりから何らかの病気にかかる可能性があるということがあります。年齢的には生命線の流年法を使って見ていきます。人差し指の幅を測って、一つ目の位置を21歳、二つ目を30歳、三つ目を40歳、四つ目を55歳、最後を81歳として定めます。この方の場合、線が切れている時期あたりが還暦手前ぐらいなのではないかと推測されます。ただし、青で表しましたものを運命線というんですが、こちらにかかるような形になっていました。このような場合は、基礎体力をしっかりつけておいたり、生活習慣を見直しておけば、全く問題はありません。運命線が生命エネルギーを補佐してくれて、自ら運命を力強く切り開いていくという証になります。本日は復縁という部分にフォーカスしてお話をさせていただきました。この依頼主様がうまくいくことを心からお祈りしております。頑張ってください。応援しています。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また今回のように実践形式で動画を作っていこうと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録してチェックしてもらえたらと思います。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。